ベック・ボガートアピスは、ジェフ・ベック、ティム・ボガート、カーマイン・アピスが結成したハードロックバンド。1972年から1974年まで活動し、当時は最強のロックトリオと呼ばれた。ジェフ・ベックグループ時代のベック1968年カクタス、左・ボガート・右・アピス1970年このセッション企画が持ち上がったのは1969年。 ベックは当時、ジェフ・ベックグループを率いていたが、バニラ・ファッジで活動していたボガートとアピスによる強力なリズムセクションに衝撃を受ける。一方、ボガートとアピスはすでにベックの才能を知っていたため、この話を聞いてセッションに招くことにした。この時、バニラ・ファッジはコカ・コーラ社の音楽を依頼されていたが、ギタリストのビンス・マーテルが怪我をしていたため、代役として、 ベックに参加を要請したのである。ニューヨークでは、レッド・チェッペリンのメンバーなどを交えて一度だけのライブも行い、互いの力量を確かめあった。その結果、ジェフ・ベックグループのボーカリストであった、ロッド・スチュワートを加えた4人で、新グループ結成に動くが、スチュワートは、フェイセズに加入してしまい、結局3人でバンドを指導することで決まる。しかし11月2日、ベックは、 交通事故を起こして、全治3ヶ月の重傷を負ってしまう。この間にボガートとアピスは、新バンド、カクタスを結成してしまい、この3人でのバンド計画は、流れてしまうことになる。これを受けてベックは回復後に、第2期、ジェフベックグループを結成した。そして1972年、カクタスと第2期、ジェフベックグループが解散し、再びバンド結成の機運が訪れる。 3人に加えて、ジェフベックグループのマックス・ミドルトン、ジーザス・クライスト・スーパースターのキム・ミルフォード、以上5人でリハーサルを行い、ジェフベックグループ名義で8月1日よりツアーを開始。しかし、ミルフォードのステージパフォーマンスに不満を感じ解雇、第2期、ジェフベックグループから、ボブ・テンチを呼びツアーを続けるが、ツアー終了後ミドルトンとテンチが脱退してしまう。 ポール・ロジャース商兵を図るもこれに失敗し、最終的にトリオ編成のベック・ボガート・アピスとして9月16日にスタートを切ることになった。10月ヨーロッパツアー。11月アルバムのレコーディング。翌1973年2月アルバムベック・ボガート・アアピス発売イギリスツアー。1973年5月に日本ツアーを行う。 ツアーは5月14日、日本武道館、5月16日名古屋市民会館、5月18から19日、大阪厚生年金会館と回り、大阪公演の模様は、ライブ版、ベックボガートアピスライブインジャパンとして1973年10月21日にリリースされた。2013年には曲順を、実際のセットリスト順に改めた40周年。 記念版がリリースされた。しかし帰国後に、ボガートが交通事故で重傷を負って、ツアーがキャンセル、夏になる頃には解散の噂が飛ぶようになる。11月に、バンドは第2回ヨーロッパツアーを開始、ツアーは11月21日のフランス公演から始まった。クリスマス休暇の後イギリスツアーに入り、1974年1月10日のニューカッスルから始まる。 全部で15回のショーが行われ、ブライトン、リーズ、リバプール、シェフィールド、ブリストル、ロンドン、スコットランド、グラスゴー、エディンバラでライブが行われた。ツアーは2月29日のエディンバラカレーピクチャーハウスで終了した。その後にはニューオリンズのマルディグラフェスに出演している。1974年1月26日にバンドはヨーロッパツアーの一部として レインボーシアターでコンサートを行った。このコンサートは1974年9月9日にアメリカでロックアラウンド・ザ・ワールドのタイトルで全編放送された。これはバンドによる最後の録音となり、セカンドアルバム収録曲のプレビューともなった。このコンサートの様子は a k ラストレインボーのタイトルで海賊版としてリリースされた。 ユーシュックミーとブギーを含んだメドレーは後に1991年のコンピレーションベッコロジーに収録された。ベッコロジーにはこの他にもセカンドアルバム用のジス・ウィズが収録されたほか、当時の BB&A はもちろん後日の CB&A などでもこの時期の楽曲が演奏されている。セカンドアルバムのセッションは1974年1月に 行われたが、ベックとボガートの確執もあって、完成には至らなかった。1974年5月18日、ニューミュージカルエクスプレス誌は、数週間にわたって囁かれてきた場の解散が差し迫っているという噂は、ベーシストのティム・ボガートによって確認された。との記事を掲載した。メロディメーカー誌もバンドの解散に関する記事を掲載した。 バンドは2枚目のスタジオアルバム完成前に、自然解散となった。ラフィン・レディ・レディ・モーニング・デュー、スーパー・スティション・ユ・アラベ・メイカー、エス・カミン・ホーム・ブルーズ・デラックス、ユー・シュック・ミー・レインボー・ブギー、バ・ブギーその後、ボガートとアピスは、1999年にチャーと共に、チャー、ボガートアピス翌2000年に、 ディック・デリンジャーと共にデリンジャー、ボガートアピスとしての活動も行った。リードボーカルはアピス、一部ボガート、黒猫の叫び、ブラック・キャット・モーンのみベック、ベック・ボガートアピス、ベック・ボガートアピス,アピスライブ・イン・ジャパン、ベッコロジーに数曲が収録される。ありがとうございます。